本当に、ね、長野さん斎藤さんとの共演シーンはね素敵なシーンたくさんあったと思いますけど、はい、何か印象で覚えてるものありますかあのえっていうんですかに座ってて町田君が座って一人であの絵を描いて風景を描いててそれに気づいて声をかけて西方先生ってどんな人みたいな話をするときにあの私の目線で。 あの座ってくれてたんですよねずっとあの映ってない時も。でいや暑いからあの全然大丈夫だよって自分の目線あのなんか適当に作るから <laughs> 大丈夫だよ日陰で休んでてってあの声かけたんですけどいや大丈夫ですってあの座もう座ってるんであの見たくなかったら見なくてもいいんですけど座ってますって言ってなんか本当に見えないところでもあのお芝居のお相手をずっと心身にしてくださって。 ああすごい素晴らしい方だなと思いましたそんな斉藤さんから長野さん何かいただいたものがあるそうですねそうなんです絵を絵をいただいたんです持ってきちゃったキャラあ<っ>、そ<う>入ってきましたお家に飾ってたのを今日持ってきちゃいました、ええ、かすごくないですかこの絵本当にすごいですよね高橋さん、ええ。 いかかがですかいや僕もあの私のところ隣で見てたんですけどあの実は僕描いてるのも見てはいててなんか毎日撮影の後何時間か残ってるなと思って「純君何してんだろうな」って思ったら後日だずっと絵を描いてたらしくて現場でこう先生と残りながら描いててそれを聞いた時は。 いいいいいなな思思まましたしすごいなって思いましたす、ね、ご、うん、んか事前に本読みがあって本読みがあった時に長野さんが絵を描く役だからなんか撮影中とか終わった時に絵とか描いてプレゼントしてくれるみたいなことを軽く冗談で振ってたら書いい、はい、んかあの本読みであの初めましての時になんか「えー、じゃあ絵描くんだし私のなんか似顔絵でも描いてくれる?」とか言ってふざけてこうちょっとからかったんですよ。 そしたら本当にこんなに素晴らしい絵が来ちゃったもんだからびっくり仰天です。本当に素晴らしすぎて本当にありがとうございます。ます時間と愛情を感じました。ありがとうございます。はい、斉藤さんこの絵にはどんな思いを込めて描いたんですか。<laughs> いやもう本読みでこう言ってくださってからこう芝居劇中で描く絵よりもえこっち描っ <laughs> こっちこっちえ練習した方がいいんじゃないみたいな。 <laughs> そこからずっと緊張してましたしでもこう撮影終わった後にこに先生に実際に教えていただきながらこの花火のシーンなんですけどそれを、まあ、実際に僕が劇中で使っているパステルっていうものでこう描いて、はい、ちゃんとお渡しできてよかったなって思いますそうですかそして長野さんはその絵を今、目、はい、に,に飾っていらっしゃいます。 ありがとうございますこちらこそ今日はお持ちいただきましたありがとうございました10年後というものがあります十年後というこのキーワードについて皆さんは十年後どのようになっていたいでしょうかぜひ教えてくださいでは長野さんからいいですかうん、そうですよね10年後 何をしていたいか、どのようになっていたいか。もしくはどうなってるかな。な予想でもいいですし。十年後は。あの、その、私の二十代の過ごし方の目標が。あの、何でもかんでも挑戦するんですよ。で、その挑戦して、自分の中で。合う合わないもそうだし、やってみたい、やってみたくないもそうだし。いろんなことを精査して、学びを得た状態で三十代。は。 自分で選択をしていける年にしたいと思って過ごしているので10年後はきっと自分を信じていろんな選択をしながら今よりも楽しく生きているんじゃないかなと思うし生きていていいいほしなと思いますそうですかちょうど今20代前半で30代入っているところですからね。ね今年にになるのので歳そ時には また違う自由度があるんじゃないかなと思いたい。<laughs> なれます。なれますよね。はい。<laughs> 叶えます。楽しみですね。楽しみです。三十代。はい、高橋さんも長野さんとはね一歳違いですから。はい。三十代になってますね。三十四歳ですね。わかりません。違うわからない中で聞いてるのよ。のわからない中で聞かれてるのも理解しながらもう考えてもわからない。 分かってます。生きたいのは願望。生きてたい。生きて。めっちゃ大事ですね。大事。まあなんかお仕事の面でいうとプライベートのことは本当全くなくて、なんか家族がみんな生きてたらいいながあって、健康に過ごせたらいいなとかにしとく。健康に過ごせたらいいなとかにしとく。にしといて。しといて。なんかみんなで仲良くできてたらいいなと思うのと、仕事に関してはまあ10年後もカメラの前にいたいなと思うぐらい。